トマです。シティーズスカイラインズ2実況パート12やっていきましょう。いい景色です。前回最後にですね、竜巻が襲ってきまして、ここにあった貨物庫をボコボコに破壊してスッと消えていきましたと。できればね、竜巻が襲いかかる瞬間というのをね、やっぱり実況者としては見ておきたかったんですけどね、そこでリアクションを取っておきたかったんですけども、残念ながらちょっとラジオを私ね、オフにしているので、そのあたりのね、アナウンスを聞くことができず、気づくのが遅れました。ラジオをオンにするとね、TJ がなんか喋ってね、俺の実況と被るから嫌なんですよね。でですね、前回何をしたかというと、ここの市役所エリアを作りましたね。はい。もうこれ見よがしに、高層オフィスビルで囲いました。本当にもうここの周りだけですけどね。ここだけ。もう市役所のこの見栄えだけのためにね、作りましたと。まあまあ今後ね、この向こう側周りも広げていこうかと思うんですけどもね。一旦こんな感じにしてますと。ということで、行政に手を出し始めましたね。で、あとこちらちょっと離れました山あいの町、山川豊かシティですね。こちらの方も順調に育っています。はい、そして今回はね、何をやっていこうかというところなんですけれども、今回パート12です。で、パート11まで結構普通に頑張ってね、街づくりをしてきたので、ちょっとこの辺りで一回実験的なことをやってみたいなぁと思って、まあ、ここ山川豊かシティじゃないですか。はい、まあ、元ネタになった歌手の方がいるんですけれども、それ皆さん各自調べていただくとして、山と川が豊かだから山川豊かシティと名付けたんですけど、まあ山はわかるよね。山はあるよ。山です。でも川がちょっと遠いんですよね。あまり関係してこないということでね、今回ちょっとこの地形変更ツールを使ってですね、川を町の方に引き込んでいきたいなーなんてことを思っています。で、あのベネチアみたいなね、現実世界にあるベネチアみたいな、あの水路のある町を開発してみようじゃないかという試みです。まあ水路ないんですけどね、シティーズ1にはちゃんと水路っていうのがあって、そこに水を引き込むのは簡単だったんですけど、今回ないので普通に地形変更ツール使って、溝を掘ってね、そこに水を流し込んで川を作る、水路を作るという、ちょっと危険なことをしなきゃいけないけど、めちゃめちゃ楽しそうなので、それをメインにやっていこうと思います。まあどれぐらいでちょっとできるかね、私のこだわり次第なんですけれども、時間が余ったら豪華絢爛シティの方をもうちょっと拡張していきましょう。はい、ということで今回の開発スタートです。さあ、まずはどこにベネチアを作るかなんですが、まあ川は当然あの高いとこから低いところに流れていくので、こっからそっち側に引き込むのって結構多分大変というか、地形をがっつり変えなきゃいけないよね。でもね、がっつりは変えたくないのよ、正直。なので、ちょっと自然なこの坂の丘陵のね、流れに従っていくと、まあ、ここら辺かな、この辺り。ここをタイルを買って、ちょっと水路をポコポコ開けていきたいな。よく見るとね、ここ、ほら、わずかにくぼみがあるのお分かりでしょうか。ね、ここにあるでしょ。これ、俺がつけたわけじゃなくて、最初からこういうくぼみがあるんですけど、このくぼみがそのまんま南の方に行って、ほら、ここに出てくんのよ。ね。なので、ここをまず開けて、ここに大きな川を作って、で、そこから横に、ぐるっと引き込んで、ベネチアを作る。みたいな感じのイメージでやってみようか、一回。いや、私、地形操作には目がないからね。ちょっとじゃあ試しにここ、失礼します。掘り下げます。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。こんな感じにすると、水が、はい、はい、流れ込んできますよね。あれ、でもちょっと、浅いかな、溝が。自分で、こう、開けていかないとダメなやつだな。まあ、このね、地形が低くなってるところに、こうやって、掘っていけばいいんじゃないかな。今回、シティーズ1と比べて、水の流れが、緩やかだな。スピードが遅い。これ最高速にしてんだけどね。割と遅めな気がする。はいはい。ここまで来たら、あとは勝手に流れてってくれんじゃねえの？向こうの河口まで。ということで、じゃあ、こっから左側にですね、ぐるーっと、支流なって、それが本流に戻ってくるみたいな感じで、イメージでいるんだけど、作れるかな？やってみましょうか。
はいはい、じわじわ流れてきたかなと思うんだけど、この木が超邪魔ですね。もうざっくり消していこう。あー、これ便利、すげえ便利。最初こういう消し方できないかと思ったけど、ここにある一致する種類のみを削除しますをチェックを外したらできた。超気持ちいい。はい、水通しました。ぐるーっとこんな感じになりました。で、あとはこの中にある島をベネチア風に変えたいんですが、ちょっと大地になっちゃってる、高すぎるんだよ地面がね。これをもうちょっと低くして水面とほぼ同じ高さにしたい。これまた難しいよ。これ自体が真っ平らならいいんだけど、傾斜してるからね。この高さだとどうだろう。ちょっと試しに道路を敷いて家を置いてみましょうか。はい、あー、なるほど。あー、こんな感じか。このぐらいの高さならいいですね。うん、 OK。 壊しても壊してもそらそうか。ゾーンを解除しないとね。はい、じゃああとはこの高さをなるべく保ちながら、これをこちらに広げていくと、紙粘土で遊んでるみたいで楽しい。はい、やったけど、ちょっと細かいところはね、微調整して水面ギリギリのところに合わせていきたいね。なんかもう職人みたいだもんな。自分で言うのはなんだけど。ミリ単位のこう調整をしながらね、時には繊細に、時には大胆に。うーん、ちょっと際がデコボコなっちゃう。これはもう仕様だね。水路ツールなしでこれだけできたなら頑張った方じゃないかな。はい、じゃあこれで、メインの水路はできたので、あとはこっからちょっと中にね、細かい水路を張り巡らせていきたい。あふれるあふれるあふれる、意外意外意外。こうなるのか。これはなかなか難しいね。細かい水路を作るとあふれるのか。ここだけ微調整でちょっと高くしなきゃいけないんだ。これ大変だぞ。まさに職人だな。このゲーム埋め立てると水消えるっぽく見えるんだけど、消えてない？なんかシティーズ1だと埋め立ててもじわーっとこの埋め立てたとこから溢れ出てきてたんだけど、そんなこともなさそうだよね。できた。すげー時間かかった。1時間ぐらいやってたんじゃないかな。はい、これだけ水路を通せばなんかそれっぽくできそうな気はするな。というわけで、ここにまずは、外部からの道路接続しましょうか。まず山川豊シティの市街地から行くのはこの環状線のあたりからかな。いや、ここ通ってっからな。こいつをうまく使いたいね。こっからにしようか。この工場地帯のあたりから道をまっすぐ下に伸ばす。で、あと高速からも来れるようにしたいような、できればな。 T 字型インターセクション、これここで、このベネチアの中は全部自家用車禁止にしたいんですよ。これこれ、歩道、サービス車両や配送車両を除き徒歩での通行のみが可能な道路。実際のベネチアも自家用車とか走れないからね。なので車で来た人のために特大駐車場1つ2つ、そして歩道で、こちらの島に渡っていくという感じにしましょうか。あとは、この歩道をですね、各島にうまく橋にして渡していきたいところだね。本当のベネチアだったらね、船が大活躍なんですけど、
残念ながら一番小さい航路でもこの大きさなのでどこも入りませんと。ちょっと後からこのメインのね、メインの川だけはもう少し広くして船を通してもいいかなと思うんだけど、中までは無理だね。残念。今後のダウンロードコンテンツでね、なんかそういうのが出たら嬉しいんだけど、ちっちゃい船とか。なんかうまい道路の通し方が思いつかないな。気持ち的にはね、この舗装路っていう完全な歩道だけにしたいのよ。これ超ちっちゃいからね、だけにしたい気持ちはめっちゃあるんですけど、これにしちゃうとゴミの回収とかもできなくなっちゃうから。てかその前にそもそも建物が建てらんないのか。あー、これにしようか。街路、これだと今敷いている道路より細いよね。やっぱ細い方がね、ベネチアっぽい雰囲気出ると思うんだよね。まあ車は入ってこれちゃうけれども、この街路だけだったら路駐できないから、それでもいいかもね。条例のゲーテッドコミュニティにしてもいいんだけども、そうすると部外者がレクリエーションとかに訪れることもできなくなっちゃうから、まあ車入ってくるのは許容しましょう。ということで、早速、変えていく。あーいい、めっちゃ小回り効くめちゃめちゃいい。これすごいここにびっしり中密度住宅を入れていく。いやー、ちょっとね、うまくいくかどうか正直わかんないですけど、とりあえずここに敷いてみようか。ピトッと、どうかな。お、早速車が来た。早いな。早くないか来るの。はいはい、ここに来ましたね。うん、いいね。ちなみにここは北アメリカ風ではなくヨーロッパ風にしています。こっちの方が多分合うでしょう。いい感じな気がしているよ。おお、なんだい。デュークリリアアパートメント。滑らかでアーチを描く形状は周囲にいる者全員をギョッとさせる。ただし良い意味で。本当か。言い回しがちょっとなんか不安感を残すな。建物の形がちょっとベネチア感ないなぁ。豪華絢爛シティの駅北口の方に置いときましょうか。はい。おぉ、かっこいいけどね。この曲線が。現代的。ベランダにある家具とかもちょっとなんか微妙にみんな違うのが細かいです。ちょっと店も置いていこうか。なんか、こう入ってきてすぐのところにお店とかあると良さそうじゃない。ああ、いかん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 。ちょ。ひたひたなってる。待って。やっぱ雨が降ったりすると、水量が増してる気がする。どうですかね。どうですかねって言われてもって感じだよね。まだ全然ですけど、全体的にはこんな感じになってます。まあまあまあ、まだまだだよね。ただ、今もうここだけで2時間半やってるので、ちょっとさすがに、他のとこもやっていきましょうか。あー、なんかここ水没してる。ちょっと待って。はい、埋めていくと。じゃあ、豪華絢爛シティ側は、これ窓直んないのこれ。天候による全壊。まだ他のとこは全部直ってんのにね。これ壊しちゃうとダメだよね。これだけなんか直んないんだけど。あと、これも。採石。倒壊しました。再建。アイテムが重なっています。え、ここにそのまま再建してくれるとそれで僕はいいんだけど。あ、ダメ。作り直せってことかなこれは。めんどくさいね。はい、わかりました。はーいよと。これでいいんですね。え、もしかして貨物港もかな。これもずっと直んないもんな。再建。あ、これはここに行ける。あ、いた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 。よかったよかったよかった。じゃああれだ、
このベネチアの人たち、住む人たちの職場をここに作ってあげましょう。工場。本当は漁業とかね、やってもらいたいけども、残念ながら今そういう要素がない。ちなみに、排気ガスとか全然見てないけど、大丈夫ですかね？大丈夫ですよね？大気汚染。おっと、なるほど。結構こっち来るんだね。市役所、オフィスのところに若干かかってるな。そっか。あんまりこっちにだから伸ばしちゃダメなのか。住宅街とかダメだね。そうでした。そうか。そういうのがあるのか。確か大気汚染を抑える条例もあるけど、さすがにゼロにはならないと思うから、やっぱりここは避けた方がいいんだね。ここから東側、右側はもう工場地帯専用。で、市街地はこの西側、左側。そういう住み分けになっちゃうな、きっと。おっと、ここ混んでるな。これあれだ。ベネチアに行く、行くというか、ベネチアをつなぐ道路ですね。こっから右に行こうとしてるんだね。この車で詰まっちゃってるんだ。てか、ほとんど右に行くんだな。あ、だったら別に右に行く路線をもう一個作ればいいだけだね。ここら辺から伸ばして、ここに合流すると。こうすればいいんじゃないの？あ、そっか。これ一通の方がいいかもしんないね。しかも一車線でいいな。一車線の一通にしよう。はい。あ、止まるだけかーい。あ、でも使ってくれてる。じわじわ使ってくれるようになってきたかな。うん。で、山川豊シティのこの山腹のあたりにも、ちょっと家を建てていきましょう。このあたりは、アメリカじゃなくてヨーロッパ式の方が映えるんじゃないかな。割と立派なのができたな。まあまあ、でも、うん。いいんじゃないですか。ね、ちょっといいよね。おしゃれおしゃれ。ここちょっと見えちゃいけないもの見えてる気がするけど、きっと疲れてるんだな俺な。贅沢言えばね、もうちょっと、もう一回り小さいとさらに雰囲気出たかなと思うんだけども、これ以上小さいの建てらんないんだよね。 2×2 が最小だから、収密度は。あ、そっか、テラスハウス建てるって手もあるな。あ、そうしようか。テラスハウスにしようか。あ、いいね。こっちの方が山の景色に合うね。うん。テラスハウスはね、横幅1マスでも立つみたいだから。ああ、これがいいわ。はい。これで行きましょう。すげえ、急坂めっちゃ歩いてんな。犬と。散歩ですか？雨降ってますけど大丈夫ですか？あとそうだ。市役所の近くに俺、これ置きたかったんだ。国会議事堂。これちょっと良くない？この辺りにこう、あ、でっかっ。こんなでかいの。これちなみになんだっけ、レクリエーション、屋外レクリエーション100だって、すごっ。これこの辺りの雰囲気に合うと思うんだけどな。いや、置きましょう。置くわ俺、頑張って。ちょっと斜めなんだけどね。斜めか、斜めだな。まあいいや。はい、後ろがえぐい。これはえぐいな。さすがにこれはちょっと見栄えが悪いね。あんまり変えたくないけども、これはやらざるを得ないな。うん、修正にも限度があるな。まあこれはもうこういう絶壁の地形ということにしましょうかね。道路でさ、こっち側からこうぐるーってこう回り込んでいくようなね、こっちの丘の上の方を回り込んでいくような地形だということにしよう。先にだから道路も作っちゃおう。はい、こんな感じで。国会議事堂の周りをどうしようかはちょっとまだ今考えつかないな。とりあえずこれはこのままにしておきましょう。はい、市役所があって国会議事堂があると。すごいね、国会議事堂ちゃんと作り込まれてる感じですか、これ。おお、すごいすごい。おお、すごい。あ、中入れたわ、すごっ。あ、国会議事堂ってこうなってんだ。知らなかった。
すごい、なんだこれ。裏出たらすげえ絶壁。はい、いいですね。いいもの作った。日が暮れていきますね。ということでですね、今回はこちらのベネチアを作るのに大量の時間を消費してしまいまして、他の町はあまり開発できませんでした。このベネチアの方はもう次回以降もね、コツコツと作っていって大きな町にしたいなーなんて思ってます。びっしり家が建ったら結構見栄え良くなるんじゃないかなと思うんだよね。お、いいですね。がっつり浸水しております。まさに水の都ですね。水の都っていうか、都が水ですね。はい、じゃあ、今日はここまでしたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。